西木恵、相馬の子代理、歌川国吉が、全地安片中義殿の一場面を浮世絵に仕立てたもので、正門の娘、滝屋社姫が操る巨大な骸骨と、大や太郎三国らが戦う場面。全地安片中義殿は、山、東京伝によって書かれた未完の特本、文化三年観光、正門伝説と、洋曲、うとうを参考にして書かれたとされる。 宇藤安方忠義伝は5期。平野正門の維持吉門と滝屋社姫が、父の偉業を継いで放棄を企てる物語と、宇藤安方夫婦の忠義と受難の物語を絡ませた物語である。前置屋姿の名前は、近松藩士、欧州足立ヶ原に見え、主要登場人物の藤六左近、綱げ、大矢三国、唐犬。 全地安方、西木,木の3組の夫婦も、全太平器物歌舞伎に登場しており、歌舞伎の影響が見られる。また、宇との親鳥が、うとうと泣くと、子は、安方と泣いて答えるという伝承から、全地の名前は、親子の結びつきを示す名前でもある。京伝の全地安方中期殿は、未完で中断したが、他人の書き残した、 未完作を完結させることを得意としていた下作者の松帝金水が、演二年に第二編、万円元年に第三編を書き継いだが、結局完結しなかった。歌川国吉は、前知安片中義伝をもとに、相馬の古代理という三枚続きの大番二式絵を描いた。硬貨二から三年頃の作とされる。筑波山に住む、引き返るの精霊。 肉芝戦から妖術を授かった吉門と滝屋社の指定が巨大な骸骨を操り、源の頼信の家心、大屋太郎光国と戦うシーンである。特本では数百の骸骨が戦闘を繰り広げることになっているが、国吉はそれを一体の巨大な骸骨に変え、それがミスを破って大きく、半身を乗り出した場面にして描いた。相馬の小代理とは、下相馬にあった、 正門の成長の廃屋区のことで、父の意志を継ぎ無本を企てる滝屋社が妖術を使って味方を集めた場所である。幽霊、妖怪が大前週大阪歴史博物館宇藤に、まつわる、電気、伝承宇藤神社 ABCD 佐藤美幸皇帝、山、東京電舟国書館公開、1987年8月、353から371ページ。宇藤、 鉄戦会能楽辞典。www.tssen.org.2020 年12月17日閲覧。江戸特本の研究マイナス19世紀、小説様式校、高木本千葉大学、1995年末定金水小亭金水朝日日本歴史人物辞典、相馬の古代理万道市観光協会相馬の古代理、千葉市美術館。 ありがとうございます。